さあ、大丈夫かな。明るいな。はい、どうもこんばんは。今日は、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、こんなもう綺麗な女性がずらずらずらと並んでるとね、もうね、もう緊張しちゃうんですよね。もう一緒、ね、いや、本当にね、こんだけ粒が揃ってなかなかないです。今日はあの4人、はい、僕実はリーダーがいない、あの社員これは初めて見ます。珍しいですよ。珍しい、もう貴重です。4回目ですかね。それくらいですね。あ、多分200本以上やってる中の貴重な4本目です。聞きましたか、200本です。皆さん200本。ちなみにいつから200本でしょう。年間100本。100本以上やってると思います。もう今数えてないです。素晴らしい活動。でも、ね、皆さんね、こうお仕事とか、ね、職業とかしながらだからね、もう本当に大変でしょうけど。そうですね。はい、ちなみに、はい、カメラは、あそこにカメラが見えますか？全世界の皆様、ネット配信ですか？こんばんは、ユーストリームで配信してます。全世界生放送で配信してますんで、世界の皆さん、こんばんは。もうリーダーはこっそりチェックしてるかもしれないですからね。YouTube に上がった際にはね。いや、大丈夫です。勢いで勝負ですよ。さあ、おいちゃんお願いします。はい、ここまでです。私たちはいくつになっても輝こうをコンセプトに結成されたアラフォー、名古屋唯一のアラフォーアイドルグループです。私たちの活動を通じて一人でも多くの人に元気、勇気、そしてこの
笑顔笑顔笑顔で応酬になってる、ね、近いし ね、 近いね、もう皆さんの表情が一つ一つみんなわかりますよ、はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ次は、はい、次は先日ね発売した4枚目のシングル、両A面の1曲をやりたいと思います。はい、ディスコソングです。パラパラだね、ね、はい、皆さんもご一緒にパラパラ一緒にやっちゃってやってね、ぜひ立ってね、やってね、はい、やってね、はい、じゃあいきます。 You are ブンブン、 You are free。そう、アルマジロ選抜の嫁ね。そうですね、アルマジロ選抜。
一応しないはずだから、そうそう、なんかカリカリしてたりね、サクサクしてたりね。オニオンが効いてましたよね。オニオン効いてた。トマトもすごい美味しかったよ。チーズも結構乗ってたね。うん、美味しかった。盛りだくさん。私はネギと豆腐のチーズがけを食べました。あったやつで美味しかったです。あったかくて美味しかったね。美味しかったです。すごい美味しい。お酒のおつまみにもなります。今日飲んでないよね。今日はまだこの後かな。グレープフルーツジュースしか飲みません。珍しい。珍しいね。そんなこともあります。はい。じゃあ 次の曲はですね、はい、私たち名古屋のご当地アイドルとして活動させていただいております。その中で今かかっているこの曲は味噌メイクス味噌ハッピーって言って赤味噌の曲なんですけど、この曲は大須の商店街、佐野屋というスーパー、佐野屋というスーパーマーケットの味噌売り場で流れていて、しかも CD も買えます。味噌売り場でね、佐野屋のバーコードがついてます。はい、はい、なかなかない売り方ですね。大須商店街にお越しの際はぜひ味噌メイクス味噌ハッピーをお買い上げいただきますと大変喜びます。じゃあ味噌はね、振り付けもあるのでレクチャーをお願いします。味噌 MISO ですね。一緒にやってくださいね。 M I I S 右側 S はい O O これがねもっと速いので高速でいきますよ。せーの M I S O。 もう一回いこうかな。せーの M I S O。 はい、4回出てくるのでぜひ一緒にやってくださいね。はい、はい、それでは味噌Makes me so happy! Oh!
けただに楽しいことがしたいだけ好きな服着ていたいのクラシックにだけ使った未知の世界へ飛び出しませんか明るい空見上げて腹ペコ揺れに向かってゴンゴンこっちにおいでおろろ本気なつもりがない沈むみんなに乗り遅れないでバーティーしたい最終はね、第4金曜日じゃないんで
ディスコパーティーを開催したいと思います。ディスコです。のベースでございますので、ぜひお出かけください。この日は2時、お、そうですね、2時半スタート、あれ詳しくはブログをご覧ください、ね、これだったら変わっておりますので、ね、そうですね、ブログ、ツイッターを3000円でございます。はい、はい、ツイッターをご覧ください。ディスコパーティーですね、はい、踊れなくても全然平気だから、ね、はい、ぜひ来てください。はい、そしてご存知の人はもう見てるよね、見てくれてるかな。はい、YouTube ワイワイテレビっていうね、あの YouTube の番組があるんですけど、はい、アラフォーアイドルのすっぴんトーク、私たちの冠番組です。それが各週金曜日の配信になっています。もう今100何本なんでしょうね、近いよね、この中でね、私たちは別に歌って踊ってるわけじゃなくて、たまには歌ったりもしますけど、バトルとかね、はい、女の対決とかね、はい、いろんなことやってます。いろんなことに挑戦したりね、美容とか DIY とかやってますよ、ね、はい、見てみてください。はい、私たちはですね、あの不定期なんですけど、もうあのショールームっていうものを配信しております。これはメンバーが空いた時間を使って本当にゲリラ配信してますので、はい、ぜひルームフォローっていうところをねしていただければ、配信予定が必ず通知来ますので、携帯の方によかったらルームフォローして、ぜひぜひコメントも入れていただけるととても盛り上がります。嬉しい、盛り上がります、ね、お話できちゃうし ね、こう結構ね、ライブではわからないこととか、ね、結構喋ってる、そうですね、濃いですよね、濃いです、濃いですね、私なんてめっちゃ濃いです、はい、濃いですね、濃いですね、いろんなこと喋ってます、はいはい、でもここでしか多分喋ってないので、普通のライブとかのこういう時には喋らない内容なので、めちゃめちゃ面白いですよ。私のショールームに来た人がチェリーのショールームで私が喋ったことを暴露してみたい、言いつけに来るの、そうフリーさんこんなこと言ってますよって私が、そんなこと言ってたの、じゃあこんなこと言ってやるって、またそうなんですよ、ちゃんのところで、チェリーさんこんなこと言ってましたよって、ね、ぜひぜひ面白いですね、はい、はい、お願いします。まずは次、12月1日今週の土曜日ですか、あ、この曲の、あ、話もしますか、あ、そうですね、これは、あの、愛ありがとうという曲なんですけども、はい、今日リーダーいないんですが、リーダーチョコが、あの友人の方が乳がんでちょっと今治療中なんですね、そうなんですね、そう、もうちょっと今も結構進行していて、その治療費に当ててるんですね、この売り上げを。で、この愛ありがとうっていうこの歌詞もリーダーが考えて、うちの社長があの曲を作って、今一生懸命あの路上ライブだったりこういうところだってやる、オープンマイクの時間を使って皆様に聞いていただいて、あと動画も配信して、それで今日あの支援していただく方があのご購入いただいたものを全部その愛、あのありがとうしてます、そうですね、はい、ますので、よかったら通販もできるんですよね、通販もできるんですよね、できます、できます、公式のホームページとか、あの通信でね、 メールとか、はい、Twitter とかそういうのでもいいので、あの欲しいよって言ってくれれば、はい、嬉しいです、よろしくお願いします。今日はね、全部売れちゃって1枚もないんだよね、愛ありがとうが、こういうやつがよかったら、はい、はい、はい、あとはあの次のライブの予定は、あ、言いましたっけ、西金沢全然売れないです、今週でしたね、ごめんなさいね、明後日の明後日の予定は忘れちゃいけないよ、明後日私たちは、はい、西金沢少女団というあのアイドルさんのお招きで、はい、金沢に行きます、はい、石川県金沢市の金沢です、はい、遠征してきます、そして12月8日は静岡県の三島に遠征しますね、はい、ね、はい、2週続けての遠征です、はい、ね、旅行よくったら行きましょう、行きましょう、頑張って行きましょう、はい、行きましょう、よし、気を取り直すよ、次は次の曲の説明もしなきゃいけないよ、はい、はい、先日の、ね、金曜日に、ね、発売したばっかり、発表したばっかりの、まだ1回しかやってないよね、そう、今日2回目、そしてリーダーチョコちゃんがいないという、はい、このボロボロさ今日でも CD、あの新曲、ニューシングル、はい、あの販売してるんですけど、今日特別なんですよ、今日ね、カレーマスコランドが、ね、ついてくる、今日新曲、4A面の新曲をご購入の方には特別にね、はい、ストランドついてます、そうなんです、
もう一枚いかがですか？はい、リストラップが来ますよ。給用で、はい、保存用で、はい、保存用と給用、はい、はい、じゃあそろそろ行きましょうか。あ、いいですか？あ、そうだ、手裏剣の話もしなきゃいけないんだ、はい、これね、曲の感想の時に私たちが手裏剣を飛ばします。この手裏剣を3枚集めていただくと、とってもそれは最後に、あ、そうだね、はい、ごめんなさい、はい、みんなで1枚で今日1枚で2枚とか取らないよ、はい、そうですね、1回につき1枚しか取らないでね。飛んできた。曲振りお願いします。はい、グラグラになりましたけれども、はい、いきましょうか。忍者届け手裏剣スマイル。もう一度右手で4お願いします。ありがとうございます。私たち